いところに出した。中島中に上げる、ただここはオフサイドフラッグ。今は広島でこの8番の小川、それから23番の柳瀬、はい、この2人が効いてますね。そうですね、粘り強く守っているこの新潟です。先ほどのシーンね、中島選手最後パスを選択したんですけれども、はいはい、まあ、オフサイドにはなりましたけれども思います。しっかりと見ていました、ま、中島義人、10番でキャプテンを務めていました、はい、ですぐにチームにフィットしました。一方で広島はどのようにここから攻めていったらいいですか。やはりね、中島選手のところから数多くチャンスを作り出せていますので、はいはい、